またご発言の際はその都度委員長の指名を受けてからお願いいたします。なおご発言は客席のままで結構でございます。それではこれより傍聴人の方々から順次ご意見をお述べいただきます。まず伊藤浩二理にお願いいたします。伊藤浩二理。はい、私は先月まで海上自衛隊の黒田地方総監を拝命していました。報告します。本日は元幹部自衛官として本法案に賛成の会社として同行させていただきます。我が国の平和と独立を守る、これが自衛隊の使命です。平和を守るとは今の平和な状態を維持し戦わなくて良いようにする。我が国は外交等あらゆる平和的手段を用いて平和を維持する努力をしています。その平和的手段の一つが抑止力を高めることです。一定の軍事力を持つことで日本を侵略しようとする他国の意図を知る抑止力、これが戦後我が国のみならず世界中の軍隊の力を得た役割であります。安全保障条約に基づき米軍と共に活動することでこの抑止力はさらに強固になっています。最近南シナ海の島しょで中国の施設等が建設されトラブルになっている人は忘れております。中国は1950年代に南シナ海全体に全域を自国領域だと勝手に宣言して以来1987年には海軍艦艇がパトロールを開始、翌年には各沿岸国と軍事衝突しあっという間に島嶼を占領してしまいました。実は同じことが東シナ海の尖閣列島でも起こっています。1971年尖閣は中国のものだと突然宣言して以来1999年から海軍艦艇のパトロールも始まっています。しかしその後16年が経ちましたが尖閣は占領されていません。またベトナムの船舶は中国の巡視船海警から国際法違反の体当たりや放水を受けています。一方尖閣ではその巡視船海警は時々領海侵犯はしますが基本的におとなしく徘徊しているだけです。この違いは何でしょうか。そうです、現時代においても東シナ海では中国に対する一定の抑止が効いているというふうに言います。海上保安庁や自衛隊による警戒監視、そして日米同盟が島嶼を占領しようとする中国のことを封じています。最初に申し上げたいのは現在議論になっている平和安全法制はこの抑止力をさらに強化し現状を変更しようとする他国の意思を封じるための法律だということです。次に独立を守るについて申し上げます。抑止が効果を発揮できず他国からの侵略が始まった場合我が国は独立を守るため自衛権を発動し対処することになります。この対処方法を規定するため武力行使の旧3要件がありました。特に3番目の要件必要最小限度の出力行使、これは極めて重要です。憲法9条2項で公選権を否定している我が国に認められる武力行使とは相手国からの攻撃を排除することだけを言うのです。それ以上の行為、すなわち相手国の領域に入り反撃攻撃することはできません。剣道で言うならば撃ってきた相手の刀を払い抜けるだけで反撃に転じて相手の面や胴を撃つことはできないのです。相手国のからのミサイル攻撃が排除しても終わらない場合、ミサイル発射基地ぐらいは攻撃しても良いのではないかとの敵削減地攻撃といった議論がありました。これは攻撃武器たる刀、これを持っている小手ぐらいは撃っても良いのではないかとの議論と解釈でいます。このように我が国が直接攻撃を受けているまさに日本有事の場合であっても日本の領海、領空、領土及び航海、そしてその上空に存在し我が国に攻撃を加えてくる相手国の軍艦、軍用航空機、ミサイル、機雷等を排除することだけを我が国では武力行使と称するのです。したがって自衛隊に代わってさらなる侵略を止めるため相手国に米軍が反撃を加える
これが日米関係の、日米同盟の関係なのです。それくらい、この必要最小限度の実力行使という文言は、公選権を否定している憲法9条第1項に極めて忠実な要件なのです。さて、昨年4月の閣議決定で新参与権に変わりましたが、この必要最小限度の実力行使は全く変わっておりません。第1項に我が国と密接な関係にある他国に対する武力行使、武力攻撃の要件が加わりました。この文言の後ろには、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険という憲法13条で我が国政府が国政上最大の尊重をしなければならない権利が加えられています。つまり他国への武力攻撃が我が国の防衛と密接に関係するか否かという判断条件がついているんです。では他国に対する武力攻撃がこれに該当するとはどのような場合でしょうか。これを他国ではなく他国軍隊に対する武力攻撃と呼び換えると理解しやすいと思います。例えば再び朝鮮半島有事が生起したとします。ちなみに朝鮮半島は国連軍と北朝鮮が戦ったものです。今の在韓米軍司令官は同時に国連軍司令官です。もう一度朝鮮半島有事となれば国連軍が再度立ち上がります。したがってこれまで米軍にしか支援できなかった周辺事態法に加え国連に寄与する外国軍隊への支援もできるようにしたのが重要影響事態安全確保法です。さてこの朝鮮有事が波及し北朝鮮が日本に向けて大陸間弾道弾等を発射すると予測される危険、これが生じたとします。当然ミサイル防衛のため公海上に技術家も含め各国艦艇が配備されるのでしょう。このようにまだ日本有事ではないものの危険が予測される状態、いわゆるグレーゾーン事態で他国軍隊が我が国を守ることは十分あり得るのです。仮にこの状態で敵潜水艦が当該艦艇を攻撃したとします。旧三要件の下では日本有事ではないことから自衛隊は当該潜水艦を排除することはできません。このようにこれまでの考え方だと我が国を守ってくれているにもかかわらず他国軍隊に降りかかる火の粉を払ってあげることもできないのです。これをできるようにしたのが存立危機事態の関係です。平素から同盟国や友好国とこれまで以上に緊密な信頼関係を構築することで抑止力をさらに高め現状変更を試みようとする他国の意思を崩す今回の変和安全法制の根幹はここにあるんです。さて今回他国で戦争になるという議論があります。これは国連の中核的考え方である集団安全保障措置についての理解が若干足らないのではないかと思います。70年前に国際連合ができて以来国家あるいは国家に準ずる組織が個別の意思を持って他国に対して武力行使をすること、いわゆる戦争という行為は全て国連憲章違反です。戦前においても不戦条約により戦争の違法化は議論されていましたが国連憲章第2条4項で武力による威嚇または武力の行使、これを慎まなければならないと規定されています。地球上の全ての国家を人塊の集団として扱い、もし不当にも他国を侵略した国が存在した場合、その他の国々が集団で制裁を加えてやめさせる。この集団安全保障措置とはこれ以上悲惨な世界大戦を起こさないと当時国際社会が強く誓って確立した平和を維持する基本的な考え方なのです。この典型的な事例が1990年8月イラクによるクウェート侵攻後の国連安保理の対応でした。安保理により非難決議、経済制裁決議、そして武力制裁容認決議が決議されました。当時日本では米国中心の多国籍軍による湾岸戦争と報じられていましたが、国際社会の為政者たちは国連による武力制裁と認識していたのです。ただし我が国の場合、先ほど来申し上げている必要最小限度の実力行使、この要件により
武力制裁そのものに参加することができず、支援のみが可能となっています。また自衛権行使についても、国連憲章は制約を課しております。この武力制裁、これが取られるまでの間だけ認められるもので、かつ国連への報告義務もあります。これは自衛戦争の中で侵略が繰り返された戦前の反省が国連憲章に込められているのです。2001年9月11日、米国同時多発テロが成立しました。米国や NATO は個別的及び集団的自衛権を発動したことは皆さんご承知の通りです。しかしこれらは全てテロ発生翌日の安保理決議によって認められたものであります。米国といえども自国の意思だけで自衛権を発動できないんです。このように自衛権行使そのものについても戦前とは異なり、国連憲章に極めて厳格に取り扱われるようになっております。国連は各国の意思で成り立っております。何らかの形で軍人か軍隊を出すことは求められますが、サッカー形態は各国に委ねられています。現在の南スーダン PKO も国連に報告通り、いわゆる難所型ですが、日本は参加5原則にのっとり6章型当時のまま編成で参加しています。巻き込まれるとの議論は戦後の国際社会の実情をご存じない方の議論だと思います。以上、我が国をめぐる国際安全保障環境の変化に対応し、平素から抑止力を高めるため、および国連を中心とする活動に国際社会の一員として積極的に参加することで、信頼される日本として友好国を増やすため、なすべきことを盛り込んだ今回の平和安全法制の一日も早い解決を決めます。ありがとうございました。次に、広渡り口述人にお願いをいたします。広渡り口述人。はい、広渡りでございます。意見を述べさせていただきます。私は安全保障関連法案に反対する学者の会の一人の一人であり、国民の反対運動がどのように広がっていくかも、まず今回について簡単にご紹介します。学者の会はこの6月15日に61名の呼びかけ人によって最初の記者会見を行い、法案反対アピールを採択して賛同していただきました。現在学者の賛同者は 13,988 名となっています。僕もこの数字から80名さらに増えました。また8月26日は全国から八王子大学の有志が東京に集まり、法案反対の合同記者会見を行いましたが、現在全国の137大学において法案反対の有志の会が結成されています。お手元の資料を参照ください。普段政治や活動に馴染みのない学者の運動がこのように広がっているのはかつてないことです。しかしこのかつてないことは学者だけではなく、高校生にも大学生にもおまさんたちにも中年の世代にも、そして高齢者の間でも、また労働者、医師、宗教者、芸術家、弁護士など社会各分野にも生まれていて、法案反対の運動は文字通り国民の全階層に広く広がっています。その理由は言うまでもありません。今日本の国民の多くが戦後70年の間、日本国憲法によって作られてきた日本の国家社会の柱である平和主義、民主主義、そして立憲主義が危機にあることを認識し、安保関連法案が成立したことがあれば、日本の国の形が根本的に覆されてしまうことを考えているからです。平和主義とは、国際紛争を決して武力によって解決せず、交渉や協議を通じて解決するという原理です。日本国憲法9条はこのことを明確に規定しています。今回の安保法案は、安倍首相がこれからの日本の旗印であるとする積極的平和主義の名のもとに、集団的自衛権の行使によって自ら進んで他国に対して戦争を仕掛けること、地域的限定を果たした外国軍隊の後方支援の名目で限りなく武力行使と一体化する活動をすること、また PKO において任務遂行のために武器使用を拡大することを内容としています。安保法案はこれらを通じて自衛隊を武力行使する軍隊として世界に派兵し、自衛隊員が人を殺し自らが殺される事態を作り出すものであり、そのゆえに多くの国民がこれを戦争法案と呼んでいます。安倍首相の積極的平和主義とは、まさに平和主義と正反対の武力の積極的使用を意味しています。安倍政権は法案の合憲性を言い続け、集団的自衛権の根拠に
最高裁の砂川判決を援用しています。しかしこうした援用はまさに極快であり、この問題に関わって発言しているほとんど全ての法律家が、すなわち憲法学者たち、弁護士の団体である日本弁護士連合会、歴代の内閣法制局長官、最高裁元裁判官たち、そしてついには元最高裁判所長官まで法案の違憲性を断じるに至りました。集団的自衛権はある国が他国に武力攻撃を行う場合に、日本が武力攻撃されていないにもかかわらず他国を助けてそのある国に武力攻撃することを可能にします。つまり日本がそのある国に戦争を仕掛けるんです。当然反撃され戦争に入ることになるでしょう。安倍首相は集団的自衛権を認めても、これまでの憲法9条解釈との論理的整合性と法的安定性は保たれていると言いました。これは国民を欺くものです。これまで政府と国会でいわば国税として承認されてきた憲法9条解釈によれば、9条の下では我が国に対する武力攻撃が行われ、国民を守るために他に手段がないときに必要最小限の範囲でのに武力の行使が許されるであり、集団的自衛権はこれを超えるものであるから当然に認められないとされています。安倍政権の新しい解釈は、集団的自衛権もこれまで認められた特別的自衛権と同じように、国民を守るために他に手段がなくやむを得ず必要最小限の範囲のみ行使するのであるから論理的整合性と法的安定性は保たれていると説明しています。しかしこの説明は、一方で我が国が武力攻撃を受けて反撃する自衛権と、他方で他国が武力攻撃を受けたときにそれを助けるいわば自衛権の2つの本質的に異なるものについて、その行使の要件を似たものにすることで、両者があたかも同質ものであるかのような外観を作り出したものにすぎません。また集団的自衛権は具体的にどのような必要性のために使われるのか、立法の必要性の根拠となるいわゆる立法事実も、またどのような要件のもとに発動されるのかについても、国会審議を通じて極めて不透明であることが明らかになっています。政府の答弁は、集団的自衛権を認めてくださいすれば、あとは政府が適切に行使しますということに帰着するもののように思われます。これは行使の原則からも絶対に認められません。法案の内容と並んで問題なのは、その進め方が民主主義と立憲主義に対する挑戦だということです。安倍首相は決めるべき時に決めるのが民主主義だと言い、この4月にアメリカに約束した手前もあり、今国会で安保法案をどうしても成立させるつもりのようです。しかし現在の深刻な問題は、国会の多数派と国民の多数派のねじれです。国会の多数派は選挙の投票における国民の主権行使によって成立した多数派ですが、しかし主権者国民はその多数派に全くの白紙任状を与えたわけではありません。ましてや安保法案は憲法の平和主義を変えようとする重大な内容を持つものです。主権者国民を選挙の時だけの主権者に押し縮めることは民主主義を形骸化させます。また安保法案は審議が進むと重大な問題点が続出し、国会が議論を尽くしたとは大多数の国民が考えていません。現在の民意に耳を傾けることこそ政治家の責務であり、安保法案の強行は民意を無視し、民主主義、国民主権に背くものです。安保法案が立憲主義に対する挑戦であるということは、憲法9条の解釈を変更して集団的自衛権を認めた2014年4月の安倍政権の閣議決定に始まっています。日本国憲法の改正は衆参各議員の総議員の3分の2以上の発議に基づき国民投票によってのみ決定されます。憲法改正は主権者国民が直接に移行する権限です。このような保障によって日本国憲法は国会の多数派とその上に成立する政府の権力行使を批判的にチェックする役割を持っています。もともと安倍政権は日本国憲法の全面改正を目指しています。安倍首相は憲法96条が規定する憲法改正手続きのハードルを下げるために96条を先行して改正することを目論みました。しかしこれに対する国民の反発は大きく、また憲法全面改正も当面困難だという状況の下で、集団的自衛権を認め憲法9条を骨抜きにする解釈改憲を図った
というのが7月の閣議決定でした。政府の権力をチェックする憲法をチェックされる政府が自分の政策に都合の良いように変更したというのが事態の本質です。安保法案はこの7月閣議決定を受け、今年の4月日米両政府が合意をした新たな日米協力のための指針、いわゆる新ガイドラインを得て国会に上程されたものです。新ガイドラインは安倍政権がすでに行政のレベルで憲法9条の骨抜きを既成事実化していることを示しています。これらの一連の事態は日本国憲法の下での立憲主義の危機を示しています。日本国憲法9条のもと、日本は戦後70年の歩みの中で武力行使をしない国として世界から信頼を勝ち得てきました。日本国憲法の平和主義は戦後日本の対外関係の土台であり、日本外交最大の資産と考えるべきでしょう。平和主義の基礎には戦後日本国憲法が確立した個人の尊厳の原理があります。武力行使は人を殺傷することを目的とし、党の自分が殺傷されることを当然に含みます。このことが個人の尊厳と両立しないことは誰が考えても明らかです。武力の行使が問題を解決するのではなく問題を生み出すものであることは現にヨーロッパに押し寄せる難民問題が示しています。違憲の安保法案の強行によってアメリカとの軍事同盟関係を強化する道は個人の尊厳に基づけられた平和主義による日本国家の高い志と道義性を否定されるものです。最後に参議院の皆さんにお願いいたします。違憲の法案を国民の過半数の意思を無視して成立させることにいかなる道理もありません。任意制のもと参議院の独自性と良識に基づいて全ての議員の皆様が国民の代表として討議の構想から離れて国民の反対と不安を自分の目と目でしっかりと認識し法案の違憲性を判断して法案を廃案にするために行動していただくことを心から希望いたします。以上です。ありがとうございます。渡辺法律人にお願いをいたします。渡辺法律人。はい。この度は参議院平和安全保障構成に関する特別委員会にお招きいただきありがとうございました。私はこれまで日本とアメリカのシンクタンクで両国の安全保障政策を研究してまいりました。本日は安全保障の一研究者として意見を述べさせていただきます。今回参考人をお受けした理由は今回の平和安全保障法制の審議及び新聞等の報道を目にして現実と乖離した極端な議論が心配になったからです。それは日本の民主的な安全保障政策の形成を損ないますし、また周辺国にも不要な警戒を与え、結果的に日本の安全保障のために良い結果をもたらさないと思います。まず国会での建設的な議論の前提として、日本を取り巻く安全保障環境の大きな変化を共通に理解する必要があると思います。現在の日本の安全保障の法体系は1980年代までの冷戦期に対応して作られたものです。現在の国際状況には対応しきれていません。もちろん日本がこれまで何もしてこなかったわけではありません。1998年に北朝鮮のテポドンミサイル発射事件、こういう状況下で1999年に周辺事態法が定められ、日本周辺の有事への対応も定められました。ただし周辺事態法は日本が集団的自衛権を行使しないという制約がございましたので、朝鮮半島有事などの状況で米軍への後方支援を可能にするように定められたものでした。また2001年9月11日米国での同時多発テロを受け、多国籍軍の対テロ作戦の支援を可能にするために、同年テロ特措法が制定されて、多国籍軍のアフガニスタンでの軍事活動をインド洋での海上自衛隊の給油活動で支援することを可能にしました。しかしこれは2年間の時限立法で、もし同じような行動が必要な場合、新しい立法が必要となりタイムリーな措置が取れません。アフガニスタンでの多国籍軍の軍事活動等は国際テロとの戦いでした。現在もシリア、イラクでの過激組織イスラム国の脅威が拡大し、日本人人質2人が犠牲になり、他にも日本人10人が犠牲になったアルジェリア人質事件、5人が犠牲になったチェニジアでの銃乱射事件など、テロの脅威は深刻化しております。
さらに日本に付けられた新しい状況が、尖閣諸島周辺に中国が漁船や巡視船を送るようになったことで新たに認識されたいわゆるグレーゾーン地帯です。もし尖閣諸島に国籍不明の武装力勢力が上陸した場合、明らかな有事ではない、でも平時ではない、グレーゾーンであって、現在の防御率が想定してないために適切な処理ができません。今回の法制は、日本が自国をより確実に防衛すること、それから東アジア地域および世界の安全保障関係を安定させるために行うべきことを法的に担保するものだと思います。それによって、日本の防衛能力を向上させて平和を維持させ、日本を取り巻く環境を安定させて、日本が侵略されたり、あるいは軍事の圧力に屈するようなリスクを少なくするということが目的です。で、冷静に考えればですね、日本の限られた資源と防衛力だけで日本の安全を守れないことは明らかで、米国という世界最強の軍事力を持つ同盟国との共同対処が想定されているからこそ、そうでない場合に比べて少ない予算とリスクで自国の安全を確実に守ることができます。今年1月、内閣府の世論調査において、日本の安全を守るためにはどのような方法を取るべきかという問いに対して、日米の安全保障体制と自衛隊で日本を守る、日本の安全を守ると答えた人の割合が 82.3% もありまして、国民はその点はよく理解していると思います。ただ一方で国民の中に今回の法案について不安があります。これまで平和を維持してきた政策が変わるわけですから、日本のリスクが増えるんではないかという、こういう不安があります。しかし、国際環境が変わっているのに古い想定のままだと適切な行動が取れずに、むしろ日本の平和を損なうことになりかねません。今回の法制の重要な目的の一つは、日本の防衛および東アジア地域の平和に極めて重要な役割を果たしている米国の軍事プレゼンスおよび日米同盟をより持続的で安定的なものにするための一連の措置であるということを私は理解しております。1999年の周辺事態法は、朝鮮半島等の有事で日本が米国に後方支援をすることを可能にするということを定めた法律でしたが、集団的自衛権を行使しないという解釈の制約があったために限定されていました。今回の法制では集団的自衛権を一部行使できるように解釈を変えて、米国や関係国により幅広い協力をすることを可能にしました。この法律をもとにして、平時から米国や関係国と共同訓練を行って準備しておけば、いざという時に同盟が機能するというだけではなくて、それを潜在的な挑戦者に見せておくことで軍事攻撃をためらわせて未然に防ぐことが期待できます。先の世論調査から見る限り、多くの日本人は日米同盟がいざという時に日本の防衛のために機能してくれるということを願っているはずです。では法案の不安はというと、日本が望んでないのに日本の防衛と関係ない場合のアメリカの戦争に巻き込まれることだと思います。これを国際関係論では同盟に対する典型的な感情の一つ、巻き込まれの恐怖と呼びます。この逆の恐怖を見捨てられの恐怖と呼びます。日本人が今考えるときは、一方のリスクだけを見て感情的に情緒的に判断するのではなく、両方のリスクを勘案して日本の平和にとって最善の策を取ることです。今回の法案および国際関係の現状を冷静に観察すると、日本の巻き込まれのリスクは人々が今不安に思っているほど大きくないと考えられます。今回の法案では、集団的自衛権の一部行使は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明確な危険がある事態、いわゆる存立事態ですね。それからもう一つ、読みませんが、重要影響事態、この2つのケースのみに適用されるわけです。このようなケースとして考えられるのは朝鮮半島等での有事ですけれども、日本が米軍や韓国軍などに適切な協力をせずに事態が悪化すれば、日本にも戦火が及ぶことを覚悟しなくてはなりません。これは日本の防衛に限りなく近い状況ですから、このような状況は米国に巻き込まれるという心配するケースではありません。ただし、もし朝鮮半島有事の際に日本が自国に閉じこもって協力をしなかった、それにもかかわらず幸いにも事態が収束したとします。
その時点では日本は巻き込まれるリスクを取らずに日本の平和を保てたことで一時的には得したことになります。しかしその後アメリカから見れば同盟国日本に対する信頼は大きく揺らぎ、その後の同盟が弱まる大きなリスクを抱えることになります。その場合における見捨てられるリスクはかなり大きくなると考えておくべきです。さらに日本が心配するもう一つの巻き込まれのケースです。おそらく中東地域などで日本の防衛とは直接関係ないところでアメリカの戦闘に巻き込まれることかと思います。しかし今回の法制では国連 PKO にしても国際平和共同対処にせよ武力行使が必要な戦闘ミッションに参加することは想定されておりません。たとえアメリカが日本に対して中東で米国主導の多国籍の戦闘ミッションに参加してくれという強い要請があっても法的に参加不可能です。そもそも今のアメリカが日本にそのような強い要請をすることも想像できません。なぜなら米国にはそれぞれの地域で米国に協力する同盟国や友好国がいるからです。今アメリカはシリア、イラクで脅威になっている過激組織イスラム国に対してイラク軍、クルド人の民兵組織の反政府勢力など協力して空爆や特殊作戦を行ってますが、地域の同盟国であるサウジアラビア、ヨルダン、UAE、トルコなどが共同作戦に参加しております。2003年のイラク戦争当時とは異なってアメリカにとって喫緊の脅威とは核兵器とミサイル能力を向上させている北朝鮮であります。それから最大の潜在的な脅威は世界第二の経済規模のもとに軍事力の近代化を進め、最近も抗日70周年記念で大きな軍事パレードを行った中国です。オバマ政権はブッシュ政権が開戦したイラク戦争は米国の国力をそぎ北朝鮮や中国に優位性を与えてしまった戦略的な間違いだと考えており、日本や韓国にはむしろ自らの防衛を強化し地域での米国との安全保障協力を深めることを期待しています。その意味で、中東での米国の戦争への巻き込まれを過度に心配する必要はありません。日米同盟も重要ですが、将来を見渡すと日本は東アジア地域の国々と平和を維持するための多国間の安全保障協力、信頼醸成措置、これを形成していく必要があります。今回の法案の国際平和共同対処事態法では諸外国の軍隊等に対する遭難救助、捜索救助、協力支援活動を想定しています。すぐには難しくても今後日本が東南アジア諸国と安定した多国間の協力体制を形成し、中国をその協力のネットワークに入れていくことができれば、東アジアはより安定します。これを協力をしていけば日本は頼れるパートナーとして認知されます。今回国際平和共同対処事態法は例外なき国会の承認が前提ですから、日本人の主体的な意思として行っていく政策を担保する法律だと思います。で最後に、現在の安保法制は専守防衛という憲法9条の精神を変えるようなものではありません。ただ専門家からすればグレーゾーン事態の対処についてまだまだ不備な部分が多くあります。ただ武力行使の信用権により歯止めは十分だと思います。法律はいずれにせよ万能ではありません。国際情勢が変わったり軍事力が変われば変えなくてはいけません。東日本大震災での津波、原発事故、あるいは最近の集中豪雨、こういうのを見ても我々人間は想定できることしか準備できないんです。それでも想像力を最大限に駆使して想像できる最悪の事態に対処できるようにするということが我々今の日本人の世界や後世の子孫に対する責任だと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。次に水上法律人にお願いを。水上法律人。はい、弁護士の水上隆久でございます。よろしくお願いします。さて法曹会とは国会法第51条に法定された正式な会で、特に重要な法案については重要な利害関係者や学識経験者等の意見を聞いて慎重かつ充実した審議を実現するためにあるものと理解しています。私も昨日中央公聴会を拝見させていただきましたが、元最高裁判事の青葉先生がまさにこの法案を明確に違憲と断じ、さらに今後裁判手続きにおいて違憲無効判決が出ることについても示唆されるなど極めて重要な意見を述べられたと考えています。奥田校長人の素晴らしいスピーチに心を動かされた方も多かったと思います。
まさに多くの参釈すべき存在がなされ、集中審議を含め最後まで審議を尽くす。ぜひこのタイミングで、その後の理事会において本日この後さらに審議をされ、取りまとめ終局という審議日程が強行されました。私は一体の弁護士に過ぎませんが、それでも業務の予定を変更しこの場に来ています。本日臨席されている口述人の方々、あるいは昨日来られた6人の口述人の方々も、それぞれ大変忙しい方々です。そういった人たちが日常の仕事を調整してまで公聴会に参加しているのは、一人一人の国民が民主主義の一端を担っているという姿からです。公聴会で公聴することがより実のある審議に資すると考えるから参加しているんです。私は昨日の中央公聴会を拝見し、この国の民主主義に希望を持ち、一方その後の理事会の経緯を見て、この国の民主主義に絶望しつつあります。公聴会が採決のための単なるセレモニーに過ぎず茶番であるならば、私はあえて申し上げるべき点を持ち合わせておりません。委員長、本日の前提としてお伺いしたいんですが、この横浜地方公聴会は慎重で十分な審議を取るための会ですか、それとも採決のための単なるセレモニーですか。この件につきましては、各政党の理事官協議において本日の横浜の地方公聴会が決まったわけです。その前段、その講談については未だに協議は整っておりません。ぜひとも公聴会を開いた会があったと言えるだけの十分かつ慎重な審議をお願いしたいと思います。それでは意見を申し上げたいと思いますが、すでに大変持ち時間過ぎてしまいました。私、資料4にですね、本当は今日申し上げたかった原稿をお示ししてありますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います。ここでは特に重要な点に絞って、時間の限りお話ししたいというふうに思います。まず後方支援に関する問題についてお話します。この法案は重要影響事態における後方支援として、世界中の戦闘地域に隣接するものも含めた現に戦闘が行われている現場以外において発艦準備中の戦闘機に弾薬の補給等まで行えるというようにしています。この行為が武力行使に密接な準備行為であり、武力行使との一体化として憲法第9条に反するのではないかというのがここでは問題になります。これを考えるにあたっては、逆に日本が攻撃されている場面を考えてみることが重要です。資料1の5ページより6ページをご覧ください。まず5ページは、我が国に対して A 国が攻撃をしてきている場合、具体的には我が国に対して A 国の航空機爆撃機がミサイルで攻撃をしてきて、ミサイルを撃ち終わった航空機が再び我が国の航海のすぐ外の我が国の領海のすぐ外の航海で補給艦で補給を受けるという場面です。これは A 国が爆撃機で攻撃してきて、A 国の補給船がそこに補給をする、弾薬を補給するという場面ですから、政府の説明でも当然に個別的自衛権を行使できる場面だというふうに説明がされています。次のページ6ページをご覧いただきますと、この A 国が行った補給艦の部分を B 国が行ったらどうなるかという事例になります。これについては国際法上の常識から考えれば、当然に B 国に対しても、少なくともこの事例、爆撃機に対して弾薬を補給して直ちにその爆撃機が再び日本に攻撃しに来るという事例においては、 B 国の補給艦に対して個別的自衛権が行使できるはずです。というのは、このような武力攻撃とまさに密接不可分な行為を行う行為は、もはや中立国の行為とは認められず、この国 B 国自体が交戦国となってしまいますから、国際法上は B 国の補給艦は軍事目標になります。したがって当然に個別的自衛権が行使できるはずです。逆に言うとですね、これができないということになると、日本はずっと攻撃され続けてしまうということになります。我が国の安全保障が極めて深刻な影響を与えるということになります。ところが今回政府はですね、このような場合の B 国に対して、反撃できない、自衛権を行使できないという答弁をされました。やっぱりどういうことかというとですね、この次のページ見ていただきますと、今度はこの B 国の立場が日本になった場合どうなるかという話です。つまり例えばアメリカが A 国の立場になり、
の呼吸をする国が日本になった場合、日本はその当該アメリカから攻撃を受けている他国から個別的自衛権を行使されますかという時に、個別的自衛権が行使されるということになると、個別的自衛権の行使の対象は武力攻撃ですから、日本がやっているのはアメリカと一体化した武力の行使だということになってしまいますので、日本はこの行為を武力の行使と一体化していないと説明をするためには、 B 国に対しても反撃できないというふうに言わざるを得ないという状態になった。これは明らかに全世界でアメリカの武力攻撃を支援するために我が国の自国防衛を犠牲にしたということです。むしろ我が国の安全保障が重要だと考えるんだとすれば、このような法律を作ってはいけないんです。一方でそのことに対して追及された政府は、その後の答弁において、このような場合においてもやはり個別的自衛権が行使できる場合がある B 国に対してという答弁をしました。答弁を変えました。このように答弁を変えるということ自体が問題ですが、今度はもしここに B 国に対する個別的自衛権が行使できるとすれば、やはりこの B 国の立場に日本がなった場合に、これは武力行使と一体化しているではないかという問題が生じます。つまり違憲なのです。どういうことかと申しますと、この法案は実態において違憲な武力行使と極めて密接な準備行使を行い、それを隠し立てするために我が国の個別的自衛権を犠牲にしている法案なんです。政府与党が本当に日本の安全保障環境を重視し我が国を守ろうと思うのであれば、どうしてこのような違憲でかつそれを隠すために自国防衛を犠牲にするような法律を作るのでしょうか。この法案はどこを見て作られているのでしょうか。これがまず一つ重大な問題です。もう一つ大変重要な問題が自衛官による武器使用という問題です。資料1でいうと9ページをご覧ください。この法案では他国の武器等を守るために自衛官が武器を使用して守れるという条文、これ自衛隊法95条の2という条文にございます。この条文の主語は自衛官です。自衛隊ではない、国でもない、自衛官です。そしてこの守ることができる対象になっている武器等には艦船や航空機が含まれています。イージス艦が守れるということです。つまりどういうことかというと、自衛官個人がアメリカのイージス艦を武器を使って守るというとんでもない規定になっています。このように明らかに不合理な条文になっているのは、この行為をもしも我が国自身がやっている、組織的にやっているということになれば、これは明確に武力の行使だ。武力の行使だと言われないためには、自衛官個人がやったということにしなければならないです。しかし、条文に自衛官と書いたからといって、この行為の本質は変わるでしょうか。実際には明らかに武力の行使です。さらに申し上げますと、この場合では審査要件の縛りはありません。存立危機事態も認定されません。つまりこれは完全にフルスペックの集団的自衛権です。つまり政府はこの条文によってフルスペックの集団的自衛権を認めてしまっています。限定されてもいません。以上よりこの条文は明確な違憲条文であり、自衛隊法95条の2は必ず削除しなければなりません。ちなみに申し上げますが、共産党等が提出された自衛隊の資料によると、この95条の2は使う気満々です。さらにこのような不合理な規定を取ったことによって一番しわ寄せを受けるのはなんと自衛官です。どういうことかと申しますと、条文の主語は自衛官ですから、もしも万が一他国が自国の民間船を盾にして攻撃してきたときに、それを自衛官が守って、それが正当防衛や緊急避難を成立させない場合には自衛官個人が責任を取ることになります。我が国の刑法あるいは当該攻撃をしてしまった国の国内法で罰せられる可能性があります。自衛官は一方で自衛隊法122条の2という条文で上官の命令に従わなければ罰則が加えられます。自衛官は上官の命令に従ってやむを得ず武器を使用した結果正当防衛や緊急避難が成立しなければ罰せられる可能性があるんです。これは自衛官の皆さんに胸が張れますか。我が国を守ってくれている自衛官の皆さんに胸が張れますか。このようにこの法案は違憲の問題を抱えているだけではなく、法律自体が欠陥法案で、また極めて不当な結論を導くような不当法案です。したがってまずは政府は改めるべきところは改め、しっかりと合憲の枠組みを作
作ることができるのかということを模索するべきです。国会は立法するところです。政府に白紙任を与える場所ではありません。ここまで重要な問題が審議において明確になり、今の法案が政府自身の説明との重大な乖離がある状態でこの法案を通してしまう場合はもはや国会に存在意義などありません。これは単なる多数決主義であって民主主義ではありません。陳述時間を過ぎておりますので簡潔にお求めください。わかりました。参議院がその良識を放棄したと国民に判断されないためには今まさにしっかりとした審議を尽くすべきです。60日ルールを使われたら参議院の存在意義がなくなるなどという方がいますが、参議院がその良識を放棄してしまったらそれこそ参議院の存在意義など国民は決して認めません。今こそ参議院の議員の先生方の良識に対し我々はそれを注視していることを申し上げ私の意見とさせていただきます。ありがとうございました。